どうも、タラケンでございます。さて、まずね、いきなりあの動画の冒頭に私の個人的な話で申し訳ないんですけれども、今週のね、火曜日7月6日に私原健無事に誕生日を迎えることができました。いや、当日はね、一応まあゲームの生配信とかも一応やっていたってこともありまして、その中でね、ご視聴いただいていた多くの皆様にお祝い等々していただきまして、本当にね、嬉しく思いました。いつもね、応援してくださって、またね、そういった形であのお祝いをしてくださった皆さん、本当にいつもありがとうございます。正直ね、これまでの1年は、思った以上にね、結構なんていうかな、不甲斐ないね、1年になってしまったなっていう風に、まあ、自戒の念というか、そういった感じが強いなってところではありますんで、これからの1年はね、より一層、まあ、気を引き締めて、これからもね、様々な方面でもっともっと頑張っていきたいなっていう風に思っております。これからも何卒ね、私原健の、まあ、こういった YouTube の動画等々の活動ですとか、そういったことですね、何卒応援していただければ嬉しく思います。これからもね、ぜひ、よろしくお願いいたします。でまたね、そんな感じでね、まあ、お祝いしていただいて嬉しかったなっていうところもあるんですけれども、そんな中ね、プロ野球では、まあね、現役時代は中日や日本ハムでご活躍なさいました大島康則さんの訃報が入ってきまして、いやー、なんかね、本当にそれを聞いた時はね、残念ですし寂しく思いました。私自身ね、ちょうど野球を見始めた時に、まあ、最初ね、日本ハムファンではあったんですけれども、やはりね、井出さんがいたこともありまして、日本ハムをね、応援していた、その時のね、監督さんが、この大島康則さんだったってこともありまして、やっぱりね、自分自身が、もう本当に野球を見始めた初期の頃から、よくね、拝見させていただいていた方でありました。近年はね、おそらく皆さんもご存知かなと思いますけれども、まあね、長い闘病生活を送られておりまして、特にここ最近はね、かなりその病状等々がすごく心配されていたんですけれども、実際ね、いざこういった形で、訃報が報道されたら、そうですね、一ファンとして本当にね、寂しいなって気持ちが本当に強いです。まあこんな感じでね、まあ私のね、こういった動画の中でこの話を、まあしてもいいのかなって感じはいささかしますけれども、まあ、改めましてね、大島康則さんのご冥福を改めてお祈りいたします。さて、そんな話をしてきたところで、そろそろね、動画の本題に入っていきましょう。今回はまたね、プロ野球ヴィンテージ、平成プロ野球観戦記の動画を進めていきます。今回はね、第13回目になるかな。今回は2006年6月15日に東京ドームで行われました、読売ジャイアンツ対オリックスバファローズの試合を振り返っていこうかなと思います。いや、あれだけね、まあ、このね、2006年シーズンは、私自身のね、プロ野球観戦のね、何よりの一番の転機となったシーズンになったってことはね、スレッズで話して、いたにもかかわらずね、またしても東京ドームでの読売戦ですよ。まあでもね、実際観戦に行っていたっていう事実は事実なんで、まあこの事実をね、負けるわけにはいかないんで、話さざるを得ないかなって状況ではあります。ご了承くださいませ。さて、この日はね、前回の観戦からおよそ1ヶ月ぶりの観戦となったわけですけれども、まあちょうどね、私自身この頃は、高校1年生の頃だったかな。まあね、時期的に入学して間もない頃ではあったんですけれども、ちょうどね、この日は、高校の先生とね、今日野球を見に行くんだって話を、少しね、まあ授業の合間の休み時間というか、そういう時に、まあ話してた記憶があるんですね。で、そしたらね、そんなこと言ってたら、なんと、そのね、高校の先生方も、同じね、この日の東京ドームの試合、なんか観戦に行くって話だったんですよ。で、まあ当時ね、私自身は、本当にもうギリギリ中のギリギリ、まあ巨人ファンだった頃だったのかな。で、まあ先生方もね、まあ東京の、まあ高校だったってこともあってか、まあ巨人ファンの方々が多かったみたいだったんで、ジャイアンツ、あわよくば勝ったらいいね、みたいな話、確かしてたような記憶が、まあしなくもないかなって感じです。ちなみにね、ちょっと個人的な話をさせていただきますと、オリックス球団がね、近鉄と合併して、オリックスバファローズになってからね、初めて観戦した試合ってことになりましたね。オリックスバファローズといえばね、この時、まあ、チームができて2年目か、初年度となりました2005年は、大木明監督がね、1年間チームを率いまして、まあ、その後ね、勇退されて、もう本当に直後ぐらいかな、急にね、テレビのテロップで訃報が入った時はものすごくびっくりしましたし、まあ、個人的にもね、好きな方だったんで、かなりショックを受けました。で、その翌年の2006年からは、まあ、確かね、中村勝弘さんが監督を務めていらっしゃったのかな。まあ、もともとはね、阪神タイガースの監督も務めていらっしゃった方ですけれども、どうもね、この方が監督を務めた時って、まあ、なんていうか、チームのね、戦績が良くないというか、そういったこともありまして、まあ、一部のファンの方々からね、名前をもじってというか、負け広さんっていう風な、なんていうか、不名誉なあだ名をつけられて呼ばれていました。で、またね、前シーズンの2005年は、まあ、結構ね、うまい具合に選手も起用できてたこともあってか、結構ね、CS 争い、まあ、その頃はまあ、CS じゃなくてプレイオフか、まあ、プレイオフ争いもね、
結構最後の最後までまあまあの熾烈を極めて面白かったんですけれども、このシーズンはねやっぱりあんまり勝ち進めてなかったのかなって印象ではあります。でね、一方の読売の方はと言いますと、まあね、前回投稿しました動画の中で、3月4月ね、開幕ダッシュに成功したって話をしたんですけれども、5月からはね、月間の、勝敗が負け越しが増えてきまして、で、しかもね、6月に入って、まあ、この日見に行く試合まではね、なんと8連敗中っていう感じだったんですよ。もうね、もの見事な大失速ですよね。そんな感じでね、もうすっかり勢いがかけてしまった読売と、このシーズンからね、まあ、清間こと清原和博さんとか、あとロサンゼルスドジャースから帰ってきた中村典弘さんが加入した2006年シーズンのオリックス、一体この日はどんな試合になったんでしょうか。ではね、そろそろ、まあ、試合の話にね、入っていこうかなって思うんですけれども、まあ、その前にね、まあ、これいつも話していくことなんですが、この平成プロ野球観戦記の動画の中では、当時ね、私自身が観戦に行った時の、もうファン目線 100% で話を進めていきます。なのでね、基本的に、選手名ですとか球団名ですとかそういったことに関しましては、基本的にね、継承を省略させて話させていただきます。ご了承くださいませ。じゃあね、そろそろ試合の内容いってみようと思います。はい、というわけで改めまして、2006年6月15日に東京ドームで行われました読売ジャイアンツ対オリックスバファローズ、これが確か5回戦になったかな。まずはね、この日の試合、両チームのスターティングメンバー見てみましょう。はい、こんな感じになっていました。まずね、オリックスの先発は、当時ね、もうチームのエースというふうに言われていました川越。で、一方、読売の先発は、高橋久則っていうふうになっていました。個人的にはね、高橋久則を生で見るのは、それこそあれだな、セリーグの試合をね、生まれて初めて観戦に行きました。2000年9月のね、神宮球場の時以来かな。だから6年ぶりにね、生で投げてる姿を見るってことになりました。ちなみに言うとね、このシーズン確か、久則はまだね、この頃、シーズン未勝利だったんですね。でね、なぜ未勝利だったかって言いますと、確かね、このシーズンのね、もう開幕直後の4月頭頃だったかな。それこそね、神宮球場で行われておりました、東京ヤクルトスワローズ初年度か、まあ、ヤクルト戦にね、ベンチ入りしてた時に、確かその時ね、前のシーズンにね、首位打者と新人王のダブル受賞を果たしました、青木宣親がね、三塁側に向かってファールボール打ったんですよ。そしたらね、そのファールボールが、読売のベンチの中に入りまして、であろうことかね、ライナーで入っていったそのボールが、高橋久則の右頬をね、確か直撃したんですよ。で、その結果、高橋久則ね、ボールを受けて、右頬を骨折してしまいまして、そういったこともあってね、まあ、しばらく長期離脱って形で、登板できないって感じになってしまっていました。確かね、この1週間前の試合で確か復帰したんだったかな。でもまあね、1週間前でしょ。まあね、目下8連敗中ですから、まあその試合もおそらく負けてるんですよね。で、一方ね、野手の方のスタメンにも目を向けてみると、まずね、オリックスの方はなんていうかね、結構ベテラン要素多めって感じのオーダーが組まれていましたね。で、またね、読売の主催試合ってこともありまして、まあ DH 制がなかったんでね、まあ守りのことも考えたのかな。一応ね、このシーズンまだ主砲として、まあ扱ってたと思うんですけれども、ガルシアがスタメンから外れています。ただね、打撃をね、中途半端に重視したのかわかんないですけど、村松もスタメンになかったんですよね。で、あとはね、セカンドに水口が入っていたんで、この年確か普段ね、セカンドが、塩崎で、ショートボートだったのかな。でもね、この試合は、まあ、塩崎がね、ショートに回らざるを得なくなったってことで、ゴッツもね、ショートにスタメンに入っていませんでした。で、一方、読売の方はと言いますと、あれですね、このシーズンから、読売に入団しました、尾関と古木がね、いずれもスタメンに入っているって感じでしたね。あとはまあね、スタメンではなかったんですけど、まあ、古木と一緒にね、トレードで読売に入団しました実松もね、試合途中出場してたんじゃなかったかな。まあ、そんな感じのスタメンでね、まあ、正直ね、オリックスの川越も、読売のね、久則も、絶対的なピッチャーっていうわけでは多分ないかなっていうふうな予想はしてたんで、まあ、どれぐらいの試合になるんだろうなっていうふうに思っていたんですけども、これがなんとね、意外や意外、始まってみたらね、3回ぐらいまでは、両チーム大して見せ場がなくってね、全く得点入んなかったんですね。あれあれ、これはちょっと、試合前の予想を覆して、投手戦の様相を呈していくのかなって感じがね、ちょっとしたんですけども、まあその後見てみたらね、そんなことなかったんですよね。まず試合が動いたのは、4回の裏読売の攻撃、
このシーズンから、まあ、ロッテからね、移籍しまして、読売に出したイースンヨプ、この日もね、4番に入っていたんですけれども、まず、先制のツーランホームランを打ちまして、読売が2点を先制。これが確かね、イースンヨプシーズン20号だったかな。まだね、いわゆる統一球っていうか、まあ、言ってしまえばね、違反球だったわけですけれども、あれがね、導入されるより前だったってこともあってかね、6月中旬の時点で、もうね、20号に到達ですよ。そういう選手ね、今はね、あんまり多くはなくなりましたよね。で、その後も読売打線はチャンスを広げまして、さらにこの後ね、尾関もタイムリーを打ちまして、この4回の裏、都合3点を、まあ、読売はね、先制することとなりました。尾関といえばね、確かね、この日の試合の4日前だったかな。千葉マリンスタジアムでのね、ロッテ戦で、やはりこの時ね、4番で出場していました、イースンヨプがね、フルス相手に、まあ、渡辺俊介からか、ホームランを打ったんですけれども、その時にね、一塁走者だった尾関、なんとこの後ね、三塁ベースを空化したっていう判定をされて、なんとね、アウトになっちまって、ホームラン不成立となってしまったっていう事件があったんですね。これがね、世に言うあれですよ。かの有名なね、ベース踏み忘れ事件なんですけれども、まあでもあれどうなんでしょうね。ベース踏み忘れたっていう風に言われてるけど、まあね、アピールプレイでアウトになったんですけど、後からね、様々な方面での映像を見ると、ちゃんと踏んでるようにも見えるんですけどね。まあでもね、そういったモヤモヤを、まあほんの少しですけど、払拭できるタイムになったのかなって感じはちょこっとした記憶があります。そんな感じでね、4回に読売に先制点が入りまして、おお、これでちょっとあれかな、川越ぐらつくかなっていうふうに思ったら、続く5回の裏にもね、今度は新岡が、13号となります、ツーラン。これでね、ホームラン2本とタイムリーで、読売がね、都合5点を取ることとなりました。でもね、その後、オリックスは、一応ね、6回の表に、中村のりひろ、のりがね、確かこの時は第8号だったかな、まあ、ソロホームランを打ちまして、一応反撃に出ます。でもね、あろうことか、オリックスベンチ、5回までに5失点していた川越を、なんとね、6回も続投で引っ張ったんですね。で、その結果ね、6回には、確かね、この日スタメンに入っていました古木が、読売移籍後、初めての打点となります、タイムリーを打ちまして、とうとうね、読売、6回までに6点。結局ね、オリックス先発の川越は、この回限りでマウンドを降りたわけですけれども、6回投げて6失点ですよ。いやーね、今となってはね、もうちょっとね、早く、下ろしてもよかったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今、あの頃はね、正直、今に比べればはるかにまだまだ、先発ピッチャーイコールね、なんていうか、イニングを食ってなんぼっていう時代だったのかもしれないですね。こうなっちゃうとね、完全に読売の方はイケイケムードとなりまして、続く7回からはね、当時オリックスのルーキーピッチャーだった岸田が登板したんですけれども、なんとね、その岸田からまたしてもね、イースンヨプが21号となりますツーランホームラン、この日2本目のツーランホームランを放ちまして、結局これで読売は8点目、すごいですよね、この日イースンヨプ、2ホームラン4打点ですよ。まあね、8対1ってなってしまったらね、これはもう完全に勝負あり。そんな読売はね、投手陣の方も、結局、先発の高橋尚成が、8回途中まで投げて1失点。で、最後は、久保がね、ワンポイントみたいになったのかな。で、そして最後9回は、当時まだ一応守護神を務めておりました。この年ね、西武から FA で加入しました、豊田が投げ切りまして、無事に、読売がね、これまで続いていました。連敗をね、8で止めることと相なりました。いやでもね、しかしね、この時出てきたリリーピッチャー見ててもあれですよね。これだけね、連敗が続いていると、もうこれだけのね、大量の点差がついても、なんか勝ちパターンのピッチャーが出てくるんだなっていうふうに今振り返ってみると思いますね。あとちなみにそうだ、オリックスね、6回川越が投げて6失点してね、降りて、その後ね、7回は岸田が投げたんですけれども、その後8回裏はね、なんと、当時まだね、1軍デビューして2ヶ月かそこらだった金子千尋が3番手で登板していました。確かね、ファーボールかなんか出してランナーは1人出したんですけれども、金子千尋だけはね、この日投げたピッチャーの中で唯一無失点だったんですよね。この地にね、まあ皆さんもおそらくご存知かなっていうふうに思いますけれども、まあね、沢村翔吾を取ったりとかね、すごいピッチャーになっていた金子千尋ですけれども、確かこの日の、この頃はね、まだ、プロでまだ一勝も挙げてなかった、プロ未勝利だった時代だったと思うんですよね。でもこの頃からね、本当にいいボールを投げていましたし、これからがすごく楽しみだなっていう風な感じで思ってはいました。この頃はね、確かもう、6月のね、中盤だったってこともありまして、確かね、1カード、合計ね、6戦ずつ、やっていた交流戦のもう本当に終盤中の終盤だったと思うんですけれども、これでなんとかね、連敗も止められたっていうことで、これからまたね、勝ち出していけばいいねっていう風に思っていたんですけどね。ところがどっこい、そうもね、現実甘くなくって、このね、翌日からだったかな、スタートしました。楽天戦では黒星。で、そのね、翌日は一応勝ったんですけども、交流戦ね、最終戦になりました。楽天戦、またせね、そこで黒星を喫してしまいまして、結局、楽天に
に負け越した形で、まあ、交流戦は終了と思ったらですよ、そっからねあれよあれよともう負け続けていって、結局その後6月は1回も勝てなかったんじゃなかったかな。なんとね10連敗を喫しまして、まあ、6月が終わるという形になりました。でその後ね、読売はまあ7月に入ってからね一応2連勝スタートでまあ始まっていったと思うんですけども、そこからねまた9連敗したんですよ。いやーすごいですよね。シーズン中に8連敗以上がね3回でしょ。これはね負けすぎですね。そういえばそうそう、一方ねオリックスの方はと言いますと、確かねこの日の前の日の試合だったかな、前シーズンのオフにね、まあ、読売を戦力外通告を受けまして、でね読売を退団して、まあ、オリックスにね入団していました清間こと清原和博がね代打で登場しまして、この時にね東京ドーム全体がもう清原コール一色になって、うわすごいなっていう風に思ったんですけれども、この日6月15日の試合もね、まあ一応報道ではね代打でまあ登場する時あるんじゃないかなっていう風に言われていたんですけど、結局この日はね出場ありませんでした。いやできればね東京ドームに凱旋した清間ね生で見たかったなっていう風に思いますね。そういえばあれだったな、この日の試合の後なんかね帰りの後楽園の駅だったかな、それこそねその日中にね学校で話していました、高校のね先生と帰りの後楽園駅でねばったりと出会いまして、ちょこっとね雑談したり、あとね母親も一緒だったんでまあ挨拶をしたなっていう記憶があります。とまあそんな感じでね、まだね私自身が巨人ファンだった時代に、まあ、読売ジャイアンツの試合をね生で見に行った時には、東京ドームとあと1試合のね神宮球場も含めましても、これでようやく2勝目でしょ。いや本当に通算でのね勝率鬼悪かったですねとまあそんな感じでね、この日の試合のまあ振り返りに関しては以上になります。次回はねこっからねどんどんね違う試合をね見に行くことになっていきますんで、これからね一体どこの球場にどの試合を見に行ったのか、まあ、ぜひともね楽しみにしていただければ嬉しく思います。といった感じでね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。ハラケンでした。